こんにちは、うぷ主です。今日は JR 釧路駅に来ています。つい先月3週連続で北海道の動画を上げたばかりですが、あたりに雪が残っているのであれらとは別の収録です。さて、今日はダイヤ改正の日ですね。今年もまた各会社が鉄分豊富な餌を巻き、それを鉄分が主食のやからが骨の髄まで貪る季節です。私の住む首都圏でも京王が準特急を廃止したり、小田急の VSE が定期運用から外れたりします。ちなみにこの映像は両方過去に使った素材です。そんな今日私はここで何をお送りするのかというと、当駅8時21分発の特急大空4号、札幌駅の乗車機です。大空号はこの前石昌線編で乗ったばかりですが、あの時は特急そのものはおまけみたいなもんだったので、改めてフォーカスし直してみます。釧路駅の運賃料はご覧の通り、札幌までまともに乗ったら諭吉一人消し飛びますが、私はあらかじめネットで予約していたので、指定席でも5000円弱で乗れちゃいます。ハマれば強いですよね、これ。そんなこんなで切符を改札機に放り込み、早速乗り場に赴いてみると、以前乗ったのとは違う車両が止まっていました。こいつはキハ283系という車両で、今日のダイヤ改正で定期運用から外されるというのを石昌線編の編集中に知ったので、慌てて乗り納めに来たというのが今回の主題となります。車内の様子はこんな感じ。釧路の時点ではガラガラの指定席ですが、自由席は窓側がほぼ埋まる程度には賑わっていました。私の席はこちら、程よく倒れるリクライニングに高さを変えられる枕と、なかなかいい作りをしていますな。はい出発、ここから終点札幌まで、4時間にわたる長い長い旅が始まります。さて、特急大空号は約350キロ離れた札幌釧路間を、毎日6往復計12本走っているわけですが、今乗っている4号は全12本ある大空号の中で、一番停車駅が少なく設定されています。停車駅はこの8駅、本当に最低限の駅に絞っているのがわかりますね。ただし停車駅最小と所要時間最速は別物で、札幌釧路間最速は上り最終の12号、こいつは全大空号の中で唯一4時間切りを果たします。ちなみにその間車内販売なんてものはないので、買い物は乗車前に済ませねばなりません。私はパンとカフェオレを買ってきたので、しばらくこいつをもっちゃもっちゃしながら過ごすとします。ところで今しれっと流してしまいましたが、札幌と釧路は約350キロ、東京名古屋間、あるいは東京仙台間と同じくらい離れています。そりゃ自由席でも満札持ってかれますわ。しかしそれだけの長距離をたった4時間で走り抜くとなると、標定速度は実に約87キロ。単純にこれ以上の在来線特急は数多くあれど、片道300キロを超える長距離特急でこれだけの数値を出せるのは、なかなか大したものでしょう。そんな高速運転を可能とするのが振り子という仕組み、車両の足回りにこっそりと仕掛けられ、そのくせ先頭車でちゃっかりアピールしとるこの仕組みは、カーブに差し掛かる時に車体がさらに内側に傾くことで、遠心力に負けず高速のまま通過できるのです。この映像も私がカメラを斜めにして撮影しているのではなく、車体自体がぐっと内側に倒れ込んでいるのですが、うまく伝わってますでしょうか。ちなみに簡単に図解するとこんな感じです。本当はもっと複雑な作りなんですけど、なんとなくイメージだけ掴んでもらえれば。ところで根室本線は海岸線の近くに線路が敷かれていて、車内から海を望める区間があります。大抵は道路と住宅の向こうにちらっと見える程度ですが、時にはここまでがっつりと砂浜に近づき、ほとんど遮蔽物のない太平洋を一望することもできます。玉ざらしの群れでもいないかな。しかし海を眺められる時間はそう長くなく、左手に厚内漁港が見えたところで内陸に舵を切り、池田、帯広方面に歩みを進めます。ちなみに厚内漁港は秋アジや鮭などがよく取れるようで、潮通しもよくいろいろな魚が釣れるんだとか。この先には上厚内信号場と常豊信号場という設備があり、対向の貨物列車とすれ違います。なおここがどっちだったかは忘れました。一部の大空号が停車する裏幌や、かつては優等列車が発着したという豊幌を通過して、ワインの町、池田に到着です。釧路からの距離約100キロ、出発から1時間以上経過して、ようやくその歩みを止めました。さすが停車駅最小の称号は伊達じゃないですね。ちなみにブドウは本来冬の寒さが厳しく、それでいて乾燥もしやすい十勝地方とは相性が悪いのですが、品種や栽培方法を模索した結果酸味の強いブドウを生産し、そこからキレのある辛口のワインができるようになったんだとか、飲んでみたいなぁ。はい出発、かつてはここから石北本線の北見駅まで至る、紀北線という路線が分岐しており、国鉄元井 JR の手を離れた後も、北海道紀北高原鉄道という三石鉄道として引き継がれましたが、そちらの経営も振るわず2006年に廃止されました。北の大地で鉄道を維持するのも楽じゃないんですね。次の帯広までは約15分。さっきの釧路池田間のせいでめちゃめちゃ近く感じます。海沿いを離れてしばらく森の隙間を縫うように走っていましたが、この辺りは十勝平野の末端部、辺りもだだっ広い雪原が広がります。薩内川の対岸は釧路に並ぶ道東の一大都市、帯広市の地域です。人口16万人の都市にして、この先特急の本数も倍増するので、駅の周りは立派に高架化されています。この感じは新幹線の内見の代表駅のそれですね。はい到着、今パン以外に別のおやつも持ってるんですけど、そいつがカフェオレと死ぬほど合わない代物なので、ここの自販機でほうじ茶を調達します。
停車時間が1分もあれば十分なので、ついでに駅名表でも取っておきましょう。はい、出発。この駅で半分近くの乗客が降りていき、それ以上の乗客が乗り込んできました。指定席はまだ余裕ありますけど、自由席はどうなってることやら。地上に降りてから左と右の連続カーブがあるので、振り子が左右に振られるのを堪能できますね。乗ってる分にはだいぶわかりやすく傾いてるんですけど、こればっかりは実際に乗って体感しないとわからないでしょうか。ちなみに 0.25 倍速にすれば大体元の速さになるので、興味あればやってみてください。帯広新都区間は今の根室本線で一番賑わってる区間で、根室駅で対抗の普通列車とすれ違ったり、十勝清水で対抗の特急列車とすれ違ったりします。あいつは札幌を8時前に出発した帯広駅の特急十勝1号、短距離版大空号って感じの存在です。十勝号もこれだけで往復10本設定されており、大空号と合わせて札幌帯広間は全22本の特急が走ってます。感覚的にはギリ1時間に1本ない程度、普通列車の本数に目をつむればまあまあの水準ですね。そんなこんなで先月の動画で2度も出てきてる新都区に到着。走行距離、所要時間、動画の尺、どれをとってもここでようやく中間地点です。後ろからここまでは根室本線をひた走ってきましたが、この駅で根室本線の落合方面と石勝線の苫む方面に分岐し、特急は新しくできた校舎の路線に乗り入れますって話を先月したんでしたよね。ついこの間乗ったばかりの区間ですが、実は石勝線編であえて深く話さないでおいた話題があるので、今回はそこを突っついてみましょうか。時は1990年代、国鉄が爆発資産して JR に生まれ変わった頃、当時の JR 北海道は高速化に情熱を注いでいました。理由は航空機や高速バスとのシェア争いを制するため。特に電車は所要時間の差が段違いなので、この差をどうにかすることが急務とされたからです。そこで開発されたのが今乗ってるキハ283系や、その前身にあたるキハ281系といった車両で、こいつらは先ほどから言ってる振り子をはじめとした最新鋭の技術をふんだんに盛り込まれた結果、最高速度は130キロ、今でこそ最速の大空号でやっと4時間切りを果たせる中で、札幌釧路間がデフォルトで約3時間40分、最速で約3時間半という、とんでもなくとんでもないスピードを実現できました。ちなみに今のキハ283系の最高速度は110キロ、別に言うほど遅くはありませんが、やはり本気を出していないので少々物足りませんね。と言ってる間に苫むに到着。ここで若い男女5人組が乗り込んできました。卒業旅行中の大学生とかそんな感じでしょうか。それはさておき、1997年に誕生したキハ283系は、以降このためされる北の大地で馬車馬のようにこき使われましたが、2011年にとある事件が起きます。それが石勝線列車脱線火災事故。 Google で石勝線って調べると一発目に出てくるやつで、前の動画でもボロッと言ったんですけど、石勝線内の信号場を通過していたキハ283系がトンネルの中で脱線炎上したという概要です。直接の原因は台車周りの備品の欠落ですが、脱出の際のマニュアルが不適切だったこともあり、その後事業改善命令を受けることとなりました。戦術の通りキハ283系は技術の末を集めた繊細な車両、それを厳しい自然環境の北海道において1日1000キロ狂ったように走らせまくった結果、パーツの消耗を早めてしまったとも言えるでしょう。ともあれスピードを追い求めた慣れの果てに、目を背けられないほどの惨事を引き起こしてしまった JR 北海道は、安全性を優先するため特急の最高速度を引き下げ、その結果所要時間も今の水準に落ち着きました。しかしそれでもキハ283系に染みついた負の印象を拭えず、メンテナンス面でも手間がかかるため、設計を簡易化した後継のキハ261系に役割を譲り、表舞台から姿を消すこととなりました。不憫ですね。そんなこんなで追い分け駅を通過。あっさりまとめていますが、現在時刻は11時40分、新都区から優に1時間以上経っています。2回も大空号に乗っといて一度も止まらないというのは、動画のネタ的にも口惜しいですね。次来る時は下の室蘭本線ともどもネタにしてやりたいです。と、ここで新千歳空港から伸びる線路と合流し、この先南千歳からは千歳線に乗り入れます。釧路からの距離約300キロ、出発から3時間半、ここまで来れば終点まであと一駅です。新幹線バリの効果を誇る千歳駅、空港と札幌市街の中間の恵庭駅、近くに日ハムの新本拠地を作ってる北広島駅を通過して、最後の途中駅、新札幌駅に到着です。市営地下鉄はお乗り換え、ついに市営地下鉄という単語が出るほど札幌に近づいてきました。ホームで電車を待つ人も増えてきましたね。車内の案内でも次は終着、札幌ですと、旅の終わりを告げる案内が流れてきました。編集で10分にまとめられた動画を見てる皆さんもそうでしょうが、乗ってる私ですらあっという間だったと感じています。昔ながらの車内チャイム、アルプスの牧場が流れてきたところで、大橋俊夫さんによるアナウンスが始まりました。ぼーっと聞いているうちに千歳線の起点、白石駅を通過し、最後の最後で函館本線に乗り入れます。自分の目線も周囲の建物も高くなって、いよいよ札幌駅構内に入るところまでやってきました。私にとって最初で最後のキハ283系の旅、4時間たっぷり満喫したなと思う反面、あえて遅いやつに乗ってもっと堪能したかったとも思いますね。はい、到着。こいつは一度車両基地まで改装された後、もう一度釧路まで蹴飛ばされるようにとんぼ返りしていて、
ていきます。そんなこんなで今回は特急大空号を始発からの離島しましたが、いかがでしたでしょうか。編集時間がなくてだいぶあっさりした内容になりましたが、四半世紀の歴史に一区切りをつけるキャツの勇姿を少しでもお伝えできたなら何よりです。というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。